ジェリー・スタック・ハウスはアメリカ合衆国ノースカロライナ州キンストン出身の元バスケットボール選手。身長198センチメートル99キログラム。ポジションはガード、フォワード。NCWA のバンダービルト大学でヘッドコーチを務めている。バスケットの名門競合のノースカロライナ大学からアーリーエントリー。1995年の NBA ドラフトで フィラデルフィアセブンティ・シクサーズから全体の3番目で指名を受けた。ちなみに、この経歴はマイケル・ジョーダンと全く同じである。シクサーズでは持ち前の得点能力を存分に発揮。ルーキーながら1試合平均19.2得点の成績を残し、NBA オールルーキーチームにも選ばれて一役チームのスタープレイヤーとなる。1996年の NBA ドラフトで、 シクサーズは後に NBA を代表するプレイヤーとなるアレン・アイバーソンがチームに加入、スタックハウスとアイバーソンのコンビに期待が寄せられ、96から97シーズンは二人で合わせて一試合平均に44.2得点を記録した。しかしお互いに得点が持ち味のプレイヤーだったことから、翌97から98シーズンの途中にスタックハウスはデトロイトピストンズへ、 トレードされた。当時のピストンズはグラントヒルを中心とした競合チームだったが、スタックハウスは控えとしてプレーすることになった。ピストンズのスターターになったのは移籍2年後の99から00シーズンで、スタックハウスはキャリア初の全試合出場、1試合平均23.6得点を記録した。続く00から01シーズンには、 リーグ2位となる29.8得点を記録して、リーグを代表する得点能力のある選手としての地位を築いた。このシーズン終盤に彼は、シカゴブルズ相手に、自己ベスト、ピストンズ史上最多の1試合57得点を記録した。01から02シーズンには前シーズンの32勝から50勝と、躍進しディビジョン優勝を果たした。プレーオフでは、 初戦トロントラプターズを3勝2敗で破り、1991年以来11年ぶりに初戦を突破した。そのシーズン終了後スタックハウスは、ワシントン・ウィザーズに移籍して、マイケル・ジョーダンと共にプレーした。ウィザーズに移籍した最初の02から03シーズンは1試合平均21.5得点、4.5アシストを記録したが、 翌03から04シーズンは故障で26試合にしか出場できなかった。2004年のオフになってスタックハウスはダラス・マーベリックスに移籍した。ダーク伸びツきーラ豊富なタレントが揃う中、6TH マンとしてプレーした。2006年の NBA ファイナルにも出場したが、マイアミヒートにマーベリックスは敗れてチャンピオンリングを獲得することはできなかった。 2009年7月8日、メンフィスグリーズリーズにトレードされたが契約買取で放出された。2010年1月17日、ミルウォーキーバックスに2010年10月23日、マイアミヒートに2011年12月9日、アトランタホークスとそれぞれ契約。2012年7月11日、ブルックリンネッツに移籍。かつて、 ブルックリンドジャースでプレーした黒人初のメジャーリーガー、ジャッキー・ロビンソンと同じ背番号42をつけることになった。2015から16シーズンからトロントラプターズのアシスタントコーチを務め、2016から17シーズンからは参加のラプターズ905のヘッドコーチに転身。同シーズン39勝1敗の好成績に導き最優秀コーチ賞を受賞。 さらに同チームをリーグ優勝に導いた。ありがとうございます。